ランザ・ジュエルズはアメリカ合衆国のヒップホップグループ。ラッパーのキラー・マイクとエルピーからなる二人組。頭文字を取って RTJ とも呼ばれる。アトランタを拠点に活動するラッパーのキラー・マイクとブルックリンのラッパー、音楽プロデューサーのエルピーによるスーパーグループとして結成され、2013年にセルフタイトルのアルバムでデビュー。評価から高い評価を受け、ランザ・ジュエルズに ランザ・ジュエルズさん、RTJ4 とリリースを続けている。バスにペイントされた、ランザ・ジュエルズのロゴ2011年、カートゥーンネットワークの重役ジェイソン・デ・マルコの紹介により、キラーマイクと LP は知り合う。2012年、LP は、キラーマイクのアルバム、RAP Music をプロデュース、LP のアルバム、キャンサー4 Cure には、キラーマイクが参加した。その後、二人は、 一緒にツアーを行い、最終的にランザ・ジュエルズの結成につながる。2013年6月26日、ランザ・ジュエルズはデビューアルバムランザ・ジュエルズをフールズ・ゴールド・レコーズからフリーダウンロードでリリースする。アルバムは評価から高い評価を受けた。2014年10月24日、2作目のアルバムランザ・ジュエルズ2がマスアピールレコーズからリリースされた。 アルバムは極めて高い評価を受け、ピッチフォーク、ステレオガム、コンプレックス、ポップマターズが年間ベストアルバム1位に選出した。ライブでのランザ・ジュエルズ2016年12月24日、3作目のアルバムランザ・ジュエルズ3がリリースされた。楽曲、レジェンド・ハズ・イットは、マーベル映画、ブラック・パンサーのティザートレーラーに採用された。2020年6月3日、 4作目のアルバム RTJ4 がリリース日を2日前倒しして発表された。ありがとうございます。